ローズ。大丈夫だ、ローズ。もう大丈夫。イーサン、イーサン、おいイーサン、おいイーサン、起きろ。まずい。クリス、イーサン、やったな、やつは終わった。それは俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。畜生。来て、ローズマリー。イーサン、出せ。離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ。急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ。置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに。今のは何。座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンは。クリス、あなた何をしたの。彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる。隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。
訳を払わせてやる。欲深い子だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言うと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見るといいます。Because of fear.
は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？あ、なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。姉さんね、お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。でもわかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろ、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。